でですすいいや税金高いすね、まあ、前に引き続いて今日はね岸田文雄岸田総理の、まあ、事務所に電話をして「いや税金高いっすよ何のために広島県民広島市民私たちが応援してきたと思ってるんですか」なんとかしてくださいよもう社会保障いらないからとりあえず当面の税金をなんとかしてください」みたいなことをねまあのれんに腕をしかもしれませんけども一種報いるつもりで岸田文雄事務所 in 広島、こちらの方に電話をかけさせていただこうかと思います。よろしくお願いします。選挙も近いですからね。話会,話ら会話録音だそうです。名誉なことです。はい、お,すお世話になります。私、あの広島で事業を営んでおります。久保と申します。はい、今まで通り、岸田総理、 にはあの多大なる応援を引き続きしたいと思ってるところなんですけどもちょっと一人ね一つねあの同じ県民としてちょっと苦痛の叫びを聞いていただきたいんですけども弱音を申し上げるようですけどちょっと税金が高くてね事業が続けられない可能性が結構出てきたんですよで今まではの私たち事業者の工夫とか知恵で何とかするもんだと思ってたんですけども さすがに今後もこれ以上ね、税金が上がるようでしたら、納税者が、納税事業所が一個消えるということになりますんで、岸田総理としても不明ようなことかなと思いますんで、ここにお電話しても、もし、なんか、おかず違いなのかもしれませんけども、なんとかそういう声があったってことだけでも、ご認識いただければと思います、はい。ぶっちゃけ、税金、結構きついでしょ、お支払いする立場として。 ええー、あの、なんか個人的なことかもしれませんけども、まあ私もう50になるんですけど、もう年老いたお父さん、お母さんにですね、何もすることができないのに素通りして税金払ってる状態なんですよ。<laughs> ね納税のために借金をすることもあります。事業で利益を上げてるのにちょっとおかしくないですか、これは。 何なんですかね、事業で利益を上げてるのに納税で借金をするしかも私贅沢をしてるつもりは全くないんですけども <laughs> ちょっと税金高すぎるんで手心を加えていただかなければ <laughs> はい引き続き応援する姿勢は全く変わりませんけども応援すればこその甘えたお願いで申し訳ないですけども よろししくお願いしますすいません、お時間取っていただいて。こちらこそ、ありがとうございます。どうもどうも。失礼します。ということでね、まずはね、柔らかくお伝えすることですね。でも、この柔らかい声でも、税金があることによって、今みたいにね、年老いた両親に何もすることができないけども、借金をして納税してるんですよ、というふうなね、ことをお伝えする。まあ、いわゆる人間は感情の生き物ですから、感情に訴えかけるわけですよ。 で、窓口で事務処理をしてくださった電話対応してくださった方は、おそらく公務員の方ではないでしょう。臨時採用の方だと思います。ですんで、私たちと同じようにね、就職活動をして、いろんな学歴競争に揉まれて、理不尽を感じながら、あ、岸田総理のお膝元で仕事ができるんだったら名誉なことだ。まあ日東は、うん、そこそこだけど頑張ろうかって感じでやってると思うんですよ。同じ労働者、同じ立場、同じ国民、県民。 同じ市民です広島市ので,すで,すんで窓口の方には分かっていただけると思うんですよね私特にね無理なお願いしたつもりはないですよ今回いや税金が高くて一事業者としては結構きついですよっていう話をねしてるだけですからでもしねこれ以上増税されると今度5個5人を超えますからね,ねからキーワードはね年老いた両親に何もしてあげられないのになぜか利益が出てる会社をやってるのに納税して借金ができるっていう このパラドックスですよ、ね、こういう声が集まるとちょっとさすがにおかしいかなとね岸田総理は言ってみれば同じ釜の飯を食ってる同じ広島県民でしたからね何だったら私の事業所は本通りにあったわけですから店もそれから自宅もねだから岸田総理と本当半径2キロ以内でそれこそすれ違ってたかもしれない間柄ですよ直接お会いしたことはないですけどねうんそう考えていくとね なんとかしてよって話ですよあのー、トライストーンばっかりねあひいきしないでくださいとね綾野剛さんばっかりにひいきしないでくださいよねガーシーチャンネル見てますよ私だってはいということで今回は岸田総理の事務所にまずはね一発目の電話をしてみましたこれからも不満に思ったこと国民の声はきちんと国会議員に届ける私たちはことができますんでやっていきましょうそれでは